皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。今日はですね、実家、愛知県にある実家のバラの植え替え、バラの鉢植えですね、の植え替えの動画をね、お伝えしようかなと思ってます。いつもは私と視点ね、私とお母さんと2人でやるんですけども、今日は珍しく妹夫婦も来て、全部で4人でやろうということになりました。なぜかというと、妹がですね、去年ぐらいから急にガーデンに目覚め始めたものですからね、ちょっと勉強のために見たいということで急遽来て、一緒にねお正月にさせていただきました。まず一つ目、今剪定して、ゆっくり剪定してるんですけど、これは去年妹に足初めてあげたファーストローズですね。できるだけ手のかからなくってナチュラルなものがいいということだったので、結構有名なフロキシベイビーっていう有名な一重の小輪の薄いピンクの可愛らしいバラを、剪定と植え替えを教えながら行きました。ちょっとは勉強になったかなと思います。まだね、植物やり始めてね 1,2 年目なので、わからないことも多いんですけども、こんな勉強熱心なところもいいななんて思ってます。さあ、ここからは実家にあるバラの剪定です。大きくなりましたね。もう5年目、6年目、もうちょっとかな。アイスバーグです。大きな鉢に植えたらね、本当にやっぱり大きくなりますね。1月ですけども、まだまだつぼみが上がってきて咲きますが、剪定しなければ2月も咲いてしまいますが、バッサリと、フロイバンダなので、まあ丈の半分ぐらいでしょうかね、伸びた丈の半分ぐらいを4人でやってます。とても早いですね。で、剪定の仕方も教えながら、フロリバンダはそうで、ハイブリッドティーに比べて少し、高めで切ったり、これぐらいの枝だといい枝、いい花が咲くよっていう、この枝の太さを教えたり、この辺はね、バラによってもお花によっても違うので、じゃあバラは全部同じでいいかっていうと、結構ね、いろんな多種多様なバラが今あるので、一つ一つ教えながらというところなんですけど、実は実家のねバラは、フロリバンダ、それもアイスバーグがとても多いんですね。自営業、後ろに車が見えるように、うちは車屋さんで自営業をやっているので、お客様が毎日のように来られます。なので、できるだけいつでもお花が咲いているって考えると、花弁数が少なく、いつでも咲く、どんどん咲く、そして病気にも強く、こう誰が見ても、どんな人が見ても、あ、素敵だなと思えるバラって、実は私はやっぱりアイスバーグだと思っていて、アイスバーグの種類でも、真っ白の基本のアイスバーグ、それからピンクアイスバーグ、ブラッシングねアイスバーグ、それからブリリアントピンクアイスバーグって、アイスバーグの、あとバーガンディアイスバーグか、いろんなアイスバーグの種類があるので、それだけでも十分にね、今それが6株ぐらいかなあるんですね。それだけでももうずっと咲いてます。なので、母と相談してね、じゃあアイスバーグをメインでやろうということで、まずは今これアイスバーグの植え替えからスタートしてます。一番初めのね、大きな鉢、もう15鉢ぐらいかなに植えたバラが一番古いバラで、だんだん少しずつアイスバーグを増やしていってるんですね。これはバーガンディかな、アイスバーグですね。結構ね、粘りが良かったです。うちの母と父も10年以上植物をね、こうやって育てているので、だいぶ上手になってきて、ちょっと上から目線で、親に上から目線で申し訳ないんだけども、だいぶ上手になってきて、私がもう多分いなくてもできるんじゃないかというくらいになってます。基本的には鉢植えで、地植えじゃなく鉢植えでね、あと父母もある程度年齢いってきているので、あんまり大きすぎる鉢だと思いじゃない、なので、できるだけ鉢の大きさもあまり変えずに、その大きさのままで植えれるように、周りを 2,3 センチ土を切って、
下も切って同じ鉢、まあ、ちょっと一回り大きくしたりもするんだけども、最高が10、さっきのアイスバーグの15ぐらいかな、それが限界だね。それ以上だとちょっともうプロでないと難しかったりね、若くないと難しかったりするので、そんな感じで植え替えをね、ちょこちょこやってます。今年からバラの土じゃなくて普通の培養土ですね、お花とか野菜用の培養土に変えました。100円か200円安い。15年20年ぐらい私はバラを育ててますけど、もちろんバラの土というのはとても生育がいいし栄養分も高いし、バラ専用に作られているのでいいんですけど、やっぱ高いので、この4、5年かな、私普通の培養土でやってるんですけど、上手に肥料とかやればほとんど変わりません。私たちプロじゃないので、ある程度いい形で育って枯れなければいいななんて思ってると、できるだけ安くいいものということで、よく咲くということでね、あんまり安い土はきついですけど、まあ通常の値段ぐらいの培養土で私はこの頃十分なんじゃないかなと思ってます。本当にね、マスターになりたければ土、いろんな専門店で売っているバラの土の方がいいのかもしれないですけど、実は普通の培養土でも十分育ちます。土はよいしょよいしょと、こうまるでケーキのスポンジのように切って、土をちょっと入れて植えて、土を足して新しい根が出て、木がちょっとずつ太くなって、大きい、鉢がもうパンパンで根が回りすぎていたら一回り大きな鉢をみたいな感じで、なのでちょっと一回り大きな鉢は毎回一つ二つ多めに置いてあるんですね。植物というのは上だけ見てると分かんなくて、やっぱり鉢を抜いてみないとその1年間どうだけ育ったかって分からないんですね。抜いてみた時に、あ、根があんまり回ってなければ、例えば同じ鉢に植えよう、いやちょっと小さい鉢に戻そうということも結構あったりもするし、もう根がガンガン張っててこれは元気だぞっていう時はちょっと大きめな鉢に植え替えたりもするので、1年間どれだけどういう風に育ててきたかで、鉢をこう上げ、鉢から出した時に分かるんですね。ほとんど全ての鉢が素晴らしく根が回っていましたね。1個か2つぐらいかな、根がちょっと弱いのもありましたので、それは小さい鉢、そのままの鉢に植え替えてました。アイスバーグの他にハイブリッドティーが2つ、それからイングリッシュローズが2つ、今剪定しているのはイングリッシュローズのジュビリーセブレーションですね。結構もう5年以上経つんですけども、頑張っていますね。よくね、イングリッシュローズは接ぎ木がね、日本の土というかには合ってないので、急に枯れたりもすることがあったりもするんですけど、このジュビリーセレブレーションは頑張って育って結構大きくて香りの良い花が、咲いてくれてるので結構重宝してますよ。そんな感じでね、頑張って進めておりますが、妹たち夫婦も一生懸命勉強しながらやってくれて、ちょっとずつガーデン仲間、バラ仲間が増えていってほしいななんて思ってます。さあ、剪定しましたよ。バッサリですね。鉢とこの木の枝の高さのバランス見てもらえると嬉しいですね。こっから3、40センチ伸びたところに咲くとイメージして、手前にある大きな鉢がアイスバーグね、剪定してますけども、こんなこれぐらい、一番今さっき横っちょにあったのあれはアナベルね、バラじゃないですよ。なので思いっきり切っちゃってますけど、このバランスでだいたい毎年切ってます。気持ちいいですね、お正月って感じで、すっきりさっぱりとしております。私含めて、3人4人お疲れ様でした。全体を見てますね。これは大引きで見てますけども、1年そのパンジーね、冬場は花がなくなるのでパンジービオラを植えて、ここには実はチューリップも植えてあるので春楽しみなんですよ。こんな感じでお客様をお迎えしています。最後に、
残った花捨てるのもったいないので、あのちょっとフラワーアレンジしてみました。これは白のアイスバーグだけを使った、もう簡単な瓶に入れたアレンジですけども、素敵でしょう。冬の醍醐味。そしてこれは白以外のピンクアイスバーグとか、バーガンディアイスバーグとかをためたバラの、アレンジでした。以上です。